しりとりをしました。どうだった？トゲトゲで指に刺さると痛かった。あ、ほら、あ、痛い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 。これも取れたよ。ママ、はい。大きい栗だね。うん。真ん中の栗はちっちゃいね。本当だ。本当だ。本当だって感じだね。これすごい。こんな立派なの買ったらいくらすると思う。無料だよ今は。そう。こんな大きいのスーパーで買ったらどう思ったの？スーパーで売ったら何百円で売れる？いや、スーパーでは高いのを買う人いないから。私いつもちっちゃいの買ってますよ、スーパーで。それだと安くて200円ぐらい。これは別にな、マリちゃんが。お、頑張れ頑張れ頑張れ、足でギュギュって。そう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 。少し空いてきたじゃん。おお、頑張れ頑張れ、もうちょっとだ。よいしょよいしょよいしょ。出てきた、大きいのが出てきた。大きいのが一つ。痛そう、痛そう。痛い？痛くなかった。痛くなかった。じゃあ取って取って、いいよ。痛っ。痛っ。痛っ。あ、なんかかっない。あ、大きい。うん、一個だけね。栗取って。栗取ってこの後どうすんの？食べるの？栗ご飯にして美味しく食べる。なるほど。